なにおいせーのお父さん父の日ですおめでてーのせーのお父さん父のやめろちゃんとしろせーの映さなあかんのちゃんそれほんまにお父さんいつもありがとうということで今回なんですけども本日父の日ということでですねということで、はい、お父さん2人に僕たち子供からプレゼントがありまーす。お父さん2人お父さん違うなんか 片方は片方結構ややこしい家庭なんやよし待ってこよよしプレゼントです。受け取ってください。ありがとう。はい、でちょっと待って、ちょっと嬉しい。ちょっと待って、俺これ見たことあるこれ見たことある俺これ見たことあるあのこれさ、ちゃんとスタンプに忠実に作ってないこれ。え、だって、あのスタンプってあのスタンプだけ実はキムが書いてるって気づいてる？あ、そうなん。え、このスタンプだけ実はキムが書いたやつそのまま使ったやん。え、そうなんすか。いや、それ知らなかった。知らなかったです。あ、出すあ、そうなんや、だから似てるんや。そんなこと忘れてました。これ誰だ。さこれはハッピーウェディングマイソングです。ああ、そっか。今までのこっちやってる動画の絵です。すげえ。ちょっと待って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 。ごいじゃない。なんでなんで俺の方さ、俺動画出てたやん今まで。間違えた。デイカさん、僕らさっき2時間ぐらい動画撮ってたじゃないですか。うん。その間ずっと通りこれ書いてたんで、こっちの方がちょっとクオリティが高いですよ。許してください。俺から先に。そのマジなやつやめてよ。マジな言うよ。マジで。それは。それは。それは。下下でかいから。それは許すよ。それは許すけど。お父さん。あ、10分クオリティってことで。10分クオリティ。5分ぐらいかかるって。これを飾ればいいよね。これ飾ればいいわけね。はい。ということで。まだあります。まだあるんや。ありがとうございます。お手紙です。え、すごい。マジで。大好きなパパへ。すげえ。え？ちゃんと宛名まで書いてあります。すごい、住所書いてる。いや、これお前、これほんまのやつや。ほんまのやつや。ほんまのやつや、ほんまのやつや、これ。ちょっと待って、ちょっと待って、俺だけ大好きなパパ A だ。俺の方なんで俺振り、逆に振りねえよ。こっちの方がちょっとなんかちょっと疎遠みたいな感じしない、これ疎遠。でも、は一旦開けますか。開けますか。じゃあちょっと花お父さんの方からちょっと読み上げてください。はい、はい、はい、読みます。はい、ちゃんと書いてある。めっちゃ書いてる、ちゃんと。ちゃんと書いてるやん。はぁ、ちょっと読んでみますね。はい、ちょっと一旦ちょっと朗読して。花尾パパへ。パパと出会って1年ちょっと経ちました。こんな結婚式パパと会って1年ちょっと生まれ生まれた瞬間からその出会った瞬間覚えてるんかい。1年ちょっと経ちました。成長が早い。その中で今までの私の生活からは考えられないような経験をすることができています。そうですね、発声を憎ったりたくさんの YouTuber の方々との交流、美味しいものを食べさせてくれる2番目それファンミ叙々苑ファンミ叙々苑でもうさセットやもんね。これ並列なんやな。書くことは語彙力を失ってた。で、応援してくださる視聴者の方々、叙々苑まだ叙々苑これらはパパがいなくてはできなかった大切な思い出です。そうだね。金出したらいけるやんけ、叙々苑。金出したらいけるやん。あんに自分では出したくない。自分では出したくないって言ってるだけ。いつも本当にありがとうございます。いつか銀座の回転しないお寿司屋さんに連れて行ってほしいです。俺でも行ったことないよ。俺でも行ったことないよ。俺でも行ったことない。娘もあと少しで20歳になります。時系列おかしい。時空歪んでる。18で出会ったか。時空歪んでる。何やねんその出会い方。20歳になったらホエーのみんなで居酒屋に行きましょう。お、いいね、パパと飲もう。ちょっとちょっとちょっと、お前飲まれへんけ。お前が飲まれへん。パパはパパ。あ、帰りの運転は我がに、我があたりに任せます。ざっくり我があたりに任せます。なんで我が飲まへんの。我がには飲まされへん。運転できる人。俺はやっぱ飲まないけどね。はい、まあそうちゃう。いつも相談に乗ってくれたり話を聞いてくれたりしてくれてありがとうございます。こんな私ですが
これからもよろしくお願いします。娘のエリンより。なんでそのマジなやつで書いてる。めっちゃマジなやつ。マジなやつや。普通に嬉しいわっていう。普通に嬉しいです。ありがとうございます。本当にちょっと今ね抱きしめそうになっちゃいます、ね、もうちょっとこらえてる。いや、こらえてます。でも大丈夫です。そう思ってこっち先に読んだんですよ。あー、はい、こっちでね、はい、こっちでこっちはクオリティ高いだろうなと思ったんで僕先にこっちに。あ、お前こっち何書いたか知らんの。知らないです、知らないです、はい、あ、はい、そういうことですか。ありがとう。こっちはだからもうゴミみたいな。これでもマジで書いてくれたよな。もう本気で書きましたよ。はい。もうこっちにやっつけられないわ。お前3分で書いたみたいな顔してんだよ。お前お父さんへ毎日お仕事お疲れ様。あ、ぽい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 。普通に父の日。ここまで普通に父の日です。帰りが遅い日や帰ってこれない日は寂しいけど、お休みの日には一緒に遊戯王をやったり通算の問題を解いてくれたりして嬉しかったよ。4歳児4歳児4歳児の4歳児けど通算の問題や。確かにギャップがやばいな。お前文章の低能さに比べたらお前で、これからもお仕事頑張ってください。僕もお仕事頑張ります。お前働いてるやん。お前働いてたやん。隠し子の兄の方キム・ヒョジュン。隠し子の兄の方ね、妹の方。あ、妹の方ね。隠し子なんや。いや PS 次の積分の値を求めよ。めんど。インテグラル 01x2 乗足すルート1足す x2 乗分の x カッコ閉じカッコ1プラスカッコ x2 乗足す1ルート1足す x2 乗分の xdx。 あ、内容補充ね。内容補充。内容補充ね。なんだろうお前。半分半分ぐらいし。お前もう結構頑張れよ。ここもうちょっと頑張れ。回答欄です。回答欄。回答欄。余白を与えることね。はい、逆にこれマジやばいやろ。ゴミみたいな文章やな、ほんまに。何も響かんかったもん。お前すいません、ちょっと考え、考えてしまった。でも、いやいや、全然いいけど、はい。はい。嬉しかったですよ、はい。ありがとうございます。いや、でも、この積分は解いて返却いたします。ありがとうございます。返却して。返却して、回答でやっと手紙になるっていう。はいはいはい、はい。解説もらってね。はい、なるほど。はい。ということでね。ありがとうございました。ということで。ありがとう。じゃあ。嬉しい。この後はみんなでご飯食べに行きたいと思いやーす。思いやーす。思いやーす。この手紙送ってあったからいいもん食わせろよと。いや違いますよ。僕のおごりです。お、え、ほんまに言ってるお前。ほんまです。お前金大丈夫。あのでも急にどうしたっていう。ついさっき下ろしてきました。もう本当にすげえ。今日1日ぐらいは俺らは晩飯が浮くんや。はい、浮く。浮くんや、浮くんや、浮くっていう発想したから浮くんや、晩飯で浮くんや。ダイナソー入ってるから。よかったよかった。